秘宝 NPB の助っ人が壊滅的に打てない。日本人のみでオーダー組んだ方が強いまである。順調なのはヤクルトのオスナぐらいか。日本人すら打ててないぞ、チナパ。投手のレベルが上がりすぎてな。昔は投手のレベル低かったから 3A レベルの選手も活躍できたけど、投手のレベルが上がった説といい選手が日本に来なくなった説はどっちが正しいんや。どっちもやろ。年俸格差つきすぎてメジャーに控えなら残れるレベルのやつは日本に来ないし、日本の投手レベル上がってるから 3A でしか打てないやつは日本では打てない。 WBC 見る限り投手レベルだけ向上してる説があって、そう、野手にメジャーリーガーおらんかったら準々決すら危うかったけど、投手はなくてもいけてそうやし、メジャーを参考にして日本も急速上がりまくってるからな。ストレート平均140後半くらいやん。もはやストガイキーたくさん呼んでコントロールか変化球を魔改造するのがコスパ良さそう。昨季のパリーグの新外国人で一番打ったのがオグレディ、2割1分3厘15本 OPS 695やからな。なおクビになった模様。くさ、セオ・マクブルームとウォーカーがいたけど、一昔前と比べるとタイトルクラスがほぼおらんよな。オスナも3年目やからな。普通だったら1年目か2年目の初めの打てない時期でクビやろ。こんなに我慢するなら日本人育てた方が良さそう。もうウッズみたいな外国人は現れないんやな。カブレラ、ボーズ、ラミレス、ペタ、ウッズの頃は投手のレベルが低かった。アラフォーの日本人おっさん打者も多かったし、西武の2人 3A ですごかったんやろ。あいつらで無理ならもう無理やな。日本に来てるやつらは基本 3A で OPS1 超えとかやぞ。そこら当たりのクラスが全く通用しなくなってるんや。 3A で売ってるやつ連れてきても全く通用せんな。ブリンソン、アキーノ、デビッドソン、ノイジーなんか一昔前ならみんな成功してておかしくない選手やもんな。言うて最近でもオースティンみたいなガチの化け物スケットもおるけどな。捨てはそれだけで低評価や。ホーキースってどうなん？独立かどっかで50本近く売ってたらしいやん。今年1軍で見られるかどうかのレベル。もはや20発で大当たり感あるの寂しい。